今回もアルペン東京さんにお邪魔しております。ありがとうございます。ありがとうございます。ジュニアさん、今回はこんなお邪魔してね、はい、何も買わずに買えるわけにはいかんでしょう。確かに。だから、うん、本当に何かいいもの、はい、欲しいものを見つけた方はそれをカゴに入れていただいて、うん、なんかこううまいことを言うていって、うんうん、一番うまいこと、あれあのタイミングでこの商品にこういう一言とか、ほう、あのなんか流れであの一言うまいななんていう人が、うん、皆さんから出していただけるっていう。一番うまかった人だけが買える。そう、バチンできたやつを一番言えば、だからそれは10個言ったから勝ちじゃないから、うん、1個でもはいいや、なるほど、数打つわけじゃない。そう、でも数打った方が確率上がる。だから何回か前のあのバドミントンのガットが張りがない、張りがないとか、まああれじゃ出すことになると思う。いやいや、なんなんですか。いや、なんとか頑張りましたよ。いや、ああいうことですね。ああ、なるほど。誰かがジャッジしてくれる。なるほど、はい、じゃあここちょっと見ましょう。見ます。こんなんもね、防災グッズとかにもなるんでしょ。まあなるなる、これはもう絶対家に1個あった方がいいらしいよ。ランタンね、うん、ちょっと安いライト目のやつでも買うとこうかな。あ、ええやん、お、ランタンやから。ライト、ライト言えてるけど思んないなんかキャンプ魂に火ついてきたな。なんかええよな、こういうのないとな、夜も真っ暗なんか、はい、こういうのがね、点灯してまうから。ああ焦げてま、焦げてまうからな。点灯せんとね、うん、点灯せな、点灯するから。そうは？ね、うまいこと言うてシャレなんですか。えむずいな。そやけどあんなこんなん持ってたらめっちゃかっこいいよ、このテント丸いやつとかね。うん、そやけどカッコつけたのにこけて転倒しないようにいってな。いや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 、転倒はもう言いましてん。え、転倒は、うん、いやもうそのすぐ呼吸器に来る笑い方やめてください。下行く。そうですね、行きましょうか。一回ちょっとキャンプ用の寝袋、なんかマイナス何度までいける？って兄さん、これいいですよって。ああ、これで分かったってレジ持っていったら6万円ですって。ああ、その日寝れませんでした、ほんま。もう財布が冷え込んで、冷え込んで。だけど寝袋よりあったかいものはお袋やけどな。ちょっと待って、ちょっと待って、うまいこと言う回おもろないな。おもろないことを言うことになるから。商店街でやったやつにちょっと似てる。だけどこんなケース並んでたら NGK の舞台立ってるみたいな。こんだけの椅子がこっち向いてたら、いやいやいや、もう舞台思い出すな。無限大ホールの上のちっちゃい方の劇場。すごいねこれ、うん、お試しできるからええな、うん、あ、ちょっと揺れる、うん、あ、透けてるやん。はい、ええわ。なんか言いそうやったぞ。シースルーだけにスルーしましたけどね。おー、おー、これモータは？え？ランタン。うん。これめっちゃええね。ちょっとちゃうんですか？こう傘ついてて、お、このシルバーでレフ板みたいになっててすごいこう明るくて。あ、大地くんの誕生日プレゼントいただいた。あ、やっぱ時をやな。シュッとしてるわ、プレゼントが。シュッととね。シュッとしてる。今の良かったからどんどんその船漕いでいきましょうよ。あ、あ、俺ほんまにバッテリーこのやつ欲しいけど。で買った方がいいで。これ俺持ってんの。俺ずっと買おう、ずっと買おうって買えてないんですよ。高いんちゃうのか。20万ぐらいですもんね。嘘やん。13万9000円。
家に置いといたら絶対いいですよね、うん、もしもの時に。そうそう、あスマートフォンも充電できるから。もしもしの時もいけるしな。もしもの時な、うん、あちょうど家のお茶のやつ、僕グラスのやつが嫌いで、うん、変えたいんで。まだ皆さんがね顔に入れてないところ水差すようですけど、入れますと。まあどうかなって思うとこもあるけど飲み込んどくわ、はあ、躊躇せんとな。もっとこうどんどん重ねていかんとあかんからな。タフマル俺1個持ってんねんけど、これ焼肉ですか。え、ちょちょ、このカセットのあのこれ切れにくいね。うん、あ風とかに、あ、そう、そう。ちなみにクリスマスプレゼント交換会の時に渡したアブリア2使ってんの。あ、何回かやったよ。焼き鳥焼いたりとか。一人で焼き鳥焼いた。うん、俺が揚げたやつ使ってるって聞いた。鳥肌立つな。あ、いやでもそういう優しさ隅に置けんな。アロマポットは、あ、僕です、うん、使ってる。うん、マジで使ってます。一瞬煙に巻こうとしたやろ、なんか回って。いやいやいや、どうしようみたいな、ぐっとこっちに方向を変えたやな、うん、あ、もう使ってる方に使ってる方向で行こうって。うん、いやそんなことないですよ。なんかそんな煙たがらんでええが。いや煙たがってへんよ。嘘ついてる。いやほんまに使ってるから、アロマ。はい、終わった。死んだ。はい、死にました。見るもええで、こんな朝ね、朝これで。やっぱりコーヒー飲むのはやっぱり醍醐味なんですか、朝。まあキャンプやってはる人は朝、わざわざ外で、うん、見るな。あ、やってはる人見るわ、してるの、うん、それだいぶ豆やないとダメですもんね。でもまあでもテントに置ける、まあ、レギュラーやな、うん、ああみんなが通常やるっていう意味のね。とかでも朝からこれやってたらちょっと引くな。朝の3時外でこれやったら引くな、ね、でもそんなにベテランじゃない。ペーパーでもやるな、うん、あれは。わざわざそんなんせんでもどっかええ感じのカフェにインしたら。いやそれでも自分でやるのがええやろ。でも自分でやって結局失敗して苦い思いする人も俺やろうけど。朝起きたら意外と夕方でももうめちゃくちゃ焼けて、もうめちゃくちゃブラックになってくるな。最近でも体育の授業でブルマン履いてる人いないですね。いやブルーマウンテン通ない。ブルマン、いや話題が急じゃない。ね、そういえば山とかだからこうすぐ天気も変わりやすいし、うん、特に朝方なんかも霧がもう蔓延しとんじゃん。いやマンネロ無理やろ。霧蔓延しとんじゃん。蔓延しとんじゃん。蔓延しろ。マンゼロは無理やろ。そういう時もあるじゃろ。全然凍ってないけど。ほんまやな。俺のコップだけやん。こんなん持っていくのこれ。そうですね、ちょっとこう膨らむこれ空気。いやこれはこういう素材じゃないですか。でもあちゃんこのバルブを開けると自然に膨らむって書いてある。ほんまや、エアーって書いてる。これ空気でこれやったらえぐいわ。へえ、いやーすごいな。いやーこれはすごいわ。買おうかなこれ。ほんまにこうて何するか分からんけどめっちゃええでこれ。これぺっちゃんこになるってことやろこれ。そうですね。でちょっと桜割る、重たいよ。あこういうあの食材というか、あれなんかのんちゃんが気になってるやつはあるんですけど、え家でも使えるから。これは西村の。これなんなん、バカまぶし西村君が、はい、バイキング。いやまだやってる。企画またいでやってる。お肉とかにかける。そう、美味しいよこれ。これにしもちくちゃ。何かけてもこれさえかけといたらうまなるっていう。いやこれさえかけといたら何でもうまなんねんけど、これに何かけていいかわからない。今うまいこと言うのになかなかかかれへん。決めたな。年を取れたな。バカまぶしも買うとこかな。バカまぶし買ったら、うん、せっかくやでこれ。下行きます。行きましょうか。
下の男の子と二人でキャンプ行きたいなと思って2、3年行ってないんですよ、はい、俺この本買おうかな、何も思いつかへんけどいや、ええと思いますよ、うん、だけど、こんなわざわざ呼び寄せてうまいこと言わなあかんのにカメラも向いてて何のプレッシャーも感じてない、こんなもう芸人の世界広しといえども、こんな堂々としたやつはおらんで、よう入れましたね小籔です、小籔です、思いつかなかったとです。一旦キャンプ用品売り場の下りは終わってね、うん、違う売り場に行きましょうよ、ね、下りをね、うまいな、うん、これ買おうかな俺、フリスビーええやん、あいいですね、なあ、あれこれフリスビーでもなんかもう今優しいわ、あもうぶつかってもええようにね、なあ、いや、いいと思いますよ、いい、はい、あ、ええのめちゃめちゃいいです、あねえ、はい、下手やな、買うわ、これほんまに今みたいな状態を晒してる場合ちゃいますよ、ほんま、全然頭は回らへんかったわ、あ、なんやこれトーテムポール顔出しいけんじゃん、あ、子供と親でできるっていう素敵なトーテムポールね、ええわ、ギャル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 パン、いや、M1 これで出てくるかトーテムポールかな、あの裸のファイティングポーズやめてこれにしたいな、ほんまやないや、なんかなんでトーテムポール意味ありすぎるでしょ、あ、サングラス買おう、はあ、海のな、海の、はあ、あー、なるほど、海のかな、お、いいじゃないですか、いいですか、はい、別になんか色眼鏡で見てませんよ、うわ、はい、うん、海用これ海用ってあるんですかね、海用ってあるの、海で用、海の色が、え、うん、あ、見たことある、確かにそう、普通に肉眼で見たら見えへんけどちょっとこれかけてみなさいって宮古島で言われてかけたら海亀見えました、海が見えたん、それかけたら海は見えてて、ああ、海亀が見えた海が亀が見えたよね、でもなんかちょっとお眼鏡にかなうやつがないな、これっていうのはないわ、うん、まあね、だってよう似てますけどこの目がねちゃいますからね、やっぱり僕もこういうおしゃれなものには目がねえもんでね、気にはなってるんですけど、喋り方おかしなってんな、うん、おしゃれなものにはもう常に目がねえもんで、お前に食わせるタンメンはねえの言い方まあないな、あんまこういうのかけたことないな、ほんまに、うん、かけて漫才って、うん、かけて漫才、うん、登場の時だけとかは、あ、センターマイクで、はい、どうもって、あ、ええやん、新しいフットボールは、うん、センターマイク立ったら外して置いてマイクこう直しながらこれも直すってことですか、うんうん、はい、違うとこに目がね行くと思うんですよ、うん、まあ嬉しいな、俺の目がね結構使ってくれてるから行こうか、うん、トータルの口数変でランニングシューズはいいの、ランニングシューズね、トークしに来るな、あー、あー、トークショーね、うん、盛り上がるんじゃ、お客さんも来て、うん、トークもこうだいぶ走り出すというかね、早なってくるんじゃ、盛り上がって、うん、大変よ、この人もわざわざ遠くからお越しやろうし、なあ、うん、なあ、わざわざ新宿までな普段歩きでこんなん使っていいんかな、いや、いいんじゃないですか、
悪くはない。まだちゃうの走る。いや全然いいんじゃん。いや全然いいやろ。軽いもやっぱ全然。ああ軽っ。これ開発すんのにもすごいやろな。ここどうするああでもない、こうでもないでも魂がもうソウルが、ソウルがもうすごいやろ。まあ作っては失敗で作っては失敗でめっちゃ苦痛なこともあるでしょうけど。意見がずれることもあるやろし。なあ。まあ中には素行の悪いやつも出てきたでしょうしね。そんな中でもやっぱこうもう一回締め直して。なあ。でも結局そのままもうおかしなって紐みたいなやつも出てくるでしょうね。カカアと喧嘩したりな。カカアカカアと。な。行こうか。いやそうやけどやっぱええ商品自体がいっぱいあったから、はい、ちょっとなんていうのメモっときたいねんよ。アルペンメモりたいねんけどアルペンいやまああるとは思いますけど、うん、アルペン、うん、さあこれ誰がどうなったか分からんで、うん、ジャッジはあ、そっちやから。あジャッジはそっち。とりあえずそれみんなが買った商品ちょっと見てみましょうか。さあ1番発表してもらいましょう。ああ、エアーマットに座られた時の座り心地をエアーと表現された小籔さん。いやいトップオブうまい、はい、小籔達郎さんが、ちょっとこれもっとして小籔さんのスパイスか。あほんまや回しもんちゃうか。いやコップが来るぞそんなんしてたら警察がコップって言うじゃあこれを我々3人で、はいはい、じゃあこの企画の回はほんまになんか数出るけど思んないの言うてる、はい、もういいんですかコップで、はい、ありがとうございます。いやほんまに嬉しいですわ。いや待て。チャンネル登録よろしくお願いします。アロマポットはマジで使ってます。アロマ